ギルサニア帝国の象徴でもある炎。炎は様々なものに例えられる。怒り、憎悪、義憤に燃える劇場、再生の象徴。炎は全てを飲み込み、蹂躙する。そして、全てを灰にする赤。だが、そこに残るものもある。灰に濡れてなおある残照。燃え、照らし、輝くもの。それは受け継がれる意志。真紅に輝く炎の意志。ギルサニア帝国、コートセントラル。王宮内、第一王子執務室。ふぅ。失礼します。殿下、アストリア、敬礼。はい、パーチェノイアと言います。セントラルでの警備、厳重討伐を2件、戦への参加はまだありません。特技は大食いと早食いです。ふつつかものですが頑張りますので、よろしくお願いします。はい、何なりと。パーチェノイアと言ったね。少し落ち着いて。いえ、お構いなく、パーチェとお呼びください。ああ、いや、混乱しているようだから、ゆっくり深呼吸をしてごらん。深呼吸とは、どのような任務でしょうか。息をゆっくり吸うんだ。そして心を落ち着かせることを念じながら、ゆっくり息を吐いて。ああ、深呼吸。わかりました。落ち着いたか。取り乱しました。肺の息を全て吐き出すくらいに深く呼吸をすると気持ちが落ち着く。心が乱された時に習慣にするといい。心が乱された時に。わかりました。王宮での任務に緊張しているのか。そんなに肩肘張る必要はないよ。有事の際に力が発揮できなくなってしまうぞ。改めて、パーチェだったね。はい。幻獣討伐隊参加の功績は聞いている。先の幻獣アポカリプスの討伐、ミゲルバッハ将軍の指揮のもと立派に戦ったと。いえ、私はただ暴れてうろたえて、みんなの足を引っ張っていただけです。それでも見どころがあり、将来性がなければミゲルバッハの推挙を受けることはできないよ。私が彼に副官の条件として依頼したのはそういう部分だからね。さて、ミゲルバッハから説明があったと思うが、私がコートの政務において担当する領域は広く、また多岐にわたる。陛下に断りを得て書簡と副官を複数置かせてもらっているが、まだまだ追いつかない。副官として負担をかけると思うが、よろしく頼む。雑用は得意ですので、何でも申し付けください。ああ、頼もしいよ。ありがとう、パーチェ。大丈夫か。今皇帝陛下がドール視察により不在だ。留守を守る我々がしっかりしなければな。そうそう、そういえばそなたの出身は。アストリア殿下、報告です。どうした。西地区の警備隊から報告がありました。メイルス家の屋敷から火の手が。
たか。ここはコートセントラルだぞ。何度も我々が後手に回るなど。以前にもあったんですか？コートでは貴族の暗殺が相次いでいるんだ。炎をまとった幻獣の姿も目撃されています。幻獣。陛下不在の今、民に不安を与えるわけにはいかない。いけるか、バージェ。はい。炎、これは。被害の状況を報告せよ。メイルス家の当主宅が賊に襲われ、火に包まれました。賊の姿はありません。一般の民への被害は報告されていません。貴族ばかりを狙う襲撃事件、また賊の姿はなしか。数年前に出現したファルスの亡霊の仕業ではないかと言われていますが。憶測で判断をするな。あれ、パーチェ、どうした？炎の中に揺らめくものが。まだ人がいるのかもしれない。私、行ってきます。危険だ、パーチェ。頑丈さには自信があるんです。盗賊の仕業。でも何件も発生しているって言ってた。敵国の兵士がやったって可能性も。千年前、人間が大陸に存在を示した幻獣戦役。その戦いの後、英雄ギルザはセントレア大陸の統一に乗り出した。竜族、獣人、妖精、神すらも巻き込んだ幻獣戦役とは違う新たな戦乱。それは人間の時代。多くの英雄が生まれ、そして死んだ。英雄ギルザの大陸統一を補佐した英雄たち。戦争終結後、彼らは帝国の初代皇帝となったギルザから様々な恩賞を与えられた。ある者は同胞が代々困窮せぬための支援。またある者は帝国領土内の暗い森に領地と不可侵の条約を。人間の英雄たちも様々なものを得た。様々な国が誕生し、また失われていった。英雄たちの血は現代ではもうわずかにしか残ってはいない。アストリア殿下。サイラス、どうかしたか？あの、弟君がまたローラン様と険悪な雰囲気に。ああ、また始まったか。大丈夫だよ、サイラス。二人にとっては日々の挨拶のようなものだ。ハウザー、君の帝国偏重の論調にはへきへきするな。ギルザばかりが英雄ではないだろう。誰が帝国偏重だと？北方小国軍との戦争で敵国の裏をかくために厳冬の山越えを果たしたのはパルスのテフレアとシルダのローランだ。北方との戦は正確な資料に欠ける。帝国の歴史書への記載もわずか。吟遊詩人の歌う英雄譚を確かな事実と履き違えるのは過去を冒涜するに等しいぞ、ローラン。馬脚を表したな、ハウザー。テフレアとローランの九段の活躍はファルスとシルダ両国の精神に共通して記されている。年号にズレもなく信憑性は十分だ。精神の記載を無視するのは過去を冒涜する行為じゃないのか？ギルサニアの歴史書には北方征伐の第一行はファルスとある。信憑性は認めるが、功績を同列に語るにはな。ケイの意見こそシルダの英雄に花を持たせたいがための擁護に聞こえる。ああ言えばこういう。君はギルサニアを神聖視するあまり特
国の評価を不当に貶める嫌いがあるぞ、ハウザー。何を。大体君は以前の実戦訓練の時も。ファルスへの道中ずっとあの調子でして。なかなか聞かせる議論じゃないか。二人ともギルザの物語の愛読者だからね。大陸の歴史について語れるものというよりも、ハウザーとあれだけぶつかり合えるものは珍しい。陛下とシルダ王との間で勝手に結ばれた婚約関係とはいえ、二人の相性はいいようだ。ギルベルトにも見せてやりたかったな。確かに実戦演習でのアストリア殿下との一戦は、ハウザー殿下とローラン様は見事な連携でした。騎士課程卒業までのわずかな期間の実地研修に彼らを選んで正解だった。そなたともな、サイラス。いえ、私の方こそ。生まれ故郷のファルスに殿下を案内できて、これほど名誉なことはございません。おや、静かになったな。議論はハウザーの負けかな。ハウザーがふてくされて黙り込んだので、私の勝ちです、アストリア殿下。誰がふてくされた。議論に勝ち負けなどない。これ以上論じると感情的になった誰かに頬を張られかねないので切り上げたまでだ。この二人のやりとりはすっかり今期の騎士学校の名物だな。見せ物ではありません。まさかこんなものを見るために我々を実地研修に同行させたのですか。いや、まさか。今期で騎士課程を卒業し軍に入るアストリア殿下は、帝国内のいずれかの軍に入り実地研修を希望できるのですが。無理を言って同盟国の軍に希望を出したんだ。ハウザーやローランも興味があると思って二人を同行者に指定した。王の剣か。そう、当代最強と謳われた剣士レオン・ベルグランディウスに教えを請おうと思ってね。くだらん、過去の英雄だ。老いた馬に走り方を習って早く走れるか。レオン殿は若きルシウス王の指揮のもと、多くのモンスターや幻獣討伐で功績を挙げた孫うことなき英雄です。大陸でも長響くほどのファルスの剣技、それを昇華させ大陸一の剣士となったデオン殿の名はギルザの騎士の憧れだ。過去の英雄とハウザーは言うが、老いてますます盛んと噂だ。それにご子息がデオン殿の剣を継いだとも聞く。力を求めるそなたにとっても価値のある遊学だろう。ファルスは私の出身国シルダにもゆかりのある国、ギルサニアにいる間に訪れておきたいと思っていました。お誘い感謝します、アストリア殿下。ファルスとシルダは姉妹国だからね。共にギルサニアの初代皇帝ギルザの大陸統一を補佐した英雄たちの末裔の国だ。御帝である辺境伯スペーディア卿とクルディスラのグラハザールは置いておくとして、ファルス、シルダ、ガリアヘルム家にメイルス家、そしてディレガース家、ギルザの物語に登場する英雄たちの血は現代ではほぼ残っていない。国として残っているのはそなたの祖国シルダとここファルスだけだ。兄上、名が足りぬ。ギルザに大陸統一の助言と炎の理念を与えたかがり火の魔女を忘れています、アストリア殿下。すまなかったよ。言いたかったのは人間の英雄についてだよ。ギルザを補佐した英雄たち、多くは他国に併合され細々と血を残しているか厳重に滅ぼされているからな。耳が痛いですね。私の祖先であるガリア・ヘルム家も今では失態により没落し、ファルスの一貧乏貴族です。すまないサイラス、配慮が足りなかったな。くだらん。ハウザー、祖先の功績を誇ることも失態を卑下することにも価値はない。歴史がどうあれ、
今を生きる刑が過去を超える活躍をすればいいだけの話だろ。ハウザー殿下、もっともですね。ありがとうございます。まもなくファルスの王城が見えてきます。私は一足先に殿下の到着をファルス王に報告してまいります。ああ頼むよサイラス。さあ我々も行こうか。ワルスまでもう一息だ。ふぅ。レオン、どうしたの？困ってるの？おお、これはユーリシア様。フローゼ様と遊んでいたのではないのかな？剣の修行をしていたけど、やめたわ。フローゼ姉様はすぐ泣くんだもん。またフローゼ様を泣かせてフローディア様に叱られますぞ。すぐに泣く弱い姉様が悪いの。レオンはお絵かきしてるの？まあそんなところですな。なんだ、本を書いているの？お絵かきじゃないのね。ユーリシア様にはまだ難しいかもしれませんな。私字も読めるもん。天を戦とし、心を空にすべし。一つの、これすなわち、ん？はっはっはっは。レオンの字が下手なの！はっはっは、そうですな。わしは剣以外はからっきしですからな。息子に教えるのも難儀しておる。しかし国を守るためには教えを残さねばならん。わしが死んだ後もこのファルスが存在し続けるために、なので書物を残すことにしたのです。後進どもがいつでも見れるような書をね。私はいらない。せっかく苦労しておるのに読んでくれないのですか姫？だって本なんてなくても私が伝えるわ。レオンの剣は大陸一だもん。それを伝えるのは主君の役目でしょ。すぐに大きくなって私がレオンの剣を使えるようになってあげる。そしたら本なんていらないでしょ。ユーリシア姫は勇ましいですな。失礼します、レオン殿。ん？ご無沙汰しております。ギルサニア王とセントラルへ留学しているサイラスです。おお、サイラス、久しいな。騎士学校ではうまくやっておるか？はい、堅守でございます。レオン殿に鍛えられた身では騎士の訓練も生ぬるく感じています。はっはっは、がむしゃらだった若造が世辞を言えるようになりおった。書簡でお伝えしていた内容ですが、ギルサニアのアストリア殿下とハウザー殿下が実地研修にいらっしゃいました。ギルサニア。おお、いらっしゃったか。アストリア殿下にハウザー殿下。実戦演習での激闘は耳に新しい。帝国の時代を担う若者を歓迎せねばな。兵を集めましょう。式典などはアストリア殿下に止められましたが、両殿下を迎えるにふさわしい様式を整えて。うん、サイラス、兵を集めて指揮を取れ。両殿下に向けて突撃するのじゃ。ルシウス陛下のご子息、お会いするのは誕生の式典以来か。どのように成長を遂げたか楽しみだわい。突撃？ねえ、ユーリ、ハープの新しい曲を弾けるようになったの。一緒に練習しない？いやよ、私レオンと一緒にギルサニアの騎士を見に行くんだもの。ギルサニアの騎士？遠くからレオンの剣術を習いに来たのよ。私も早く大きくなってレオンに剣術を教わりたいな。危ないから剣に触っちゃいけないってお母様が言ってたよ。フローゼお姉様はそうやってお母様の言うことばかり聞いて。
ハープを弾いているのだってお母様に習いなさいって言われたからでしょ。違うよ、ハープは楽しいの。お母様に言われないと何もできないなんて、フローゼ姉様はかわいそうね。でも大丈夫よ姉様、この間も騎士道ごっこしたでしょ。フローゼ姉様はお姫様、私が騎士。姉様はハープを弾いていればいいの、私が守ってあげるんだから。じゃあねフローゼ姉様。何の声だろう、デオンが戦っているのかな。広場からだ。すごい、ヴァルスの兵士がたくさんいるのに勝っちゃった。あの人たちがギルサニアの騎士。デオン殿、お手上げです。この方たちが相手ではヴァルスの精鋭を集めても危ういでしょう。うん、見事、さすがはギルサニアの時代を担う領殿下だ。手荒い歓迎ですねデオン殿。ふん、それにシルダのローラン姫、マイトミマゴウ剣技は千年前の英雄の伝説を彷彿とさせましたぞ。お褒めいただき光栄ですデオン殿。デオンが褒めてる、あの人たちすごいんだ。おい、歯の浮くような世辞を聞きにわざわざ田舎のファルスにまで来たのではない。高みの見物はそこまでにして稽古をつけてみてはどうだ剣聖。ハウザー、教えを請う者の態度ではないぞ。幻獣を一刀で両断したという伝説があるが、真実かどうかも疑わしい。ファルスの剣術の誉れに泥を塗るのを厭うのなら逃げてもよいがな。あの人、デオンをバカにして本当に騎士。ハウザー、いい加減にしないか。良いですよアストリア殿下、ハウザー殿下は向上心が終わりだ。高みに挑むことで己の足りないものを探ろうとしている。さて、この老いぼれに意気健康な若者の相手が務まるかどうか。ふん、年のせい以外の言い訳も今のうちに考えておくんだな。行くぞ。はっ。風を身にまとうがごとく軽やかに最小の動きで避ける。老人は若者と打ち合うわけにはいきませんからな。レオン、すごい、あの男の攻撃を全部避けてる。風のごとくではなく風と同化する、それがファルスの剣術です。ハウザー殿下、わざわざ田舎までご足労いただいたわずかばかりの礼です。たっぷりと指南いたしましょう。アストリア殿下、ローラン姫、三人まとめてで構わん、かかってきなさい。不運だ、やっぱりデオンが一番強い。おのれ、まだ続けますかな、ハウザー殿下。まだ、まだだ。強い。我々の剣が届かない。風を相手取っているような。これが剣術の極みか。ここまで遠いのか。王の剣、レオン・ベルグランティウス。私は、まだ立っているぞ。ハウザー、もうやめるんだ。し
死に損ない一人仕留められぬなら、王の剣の名も知れているというもの。それはデオン殿が手心を加えているからだ。真剣ならばとうに。今の我々ではデオン殿には及ばない。届かぬことは諦める理由にはならぬ。頑固者は。いい目をしている、ハウザー殿下。その勢いよし、行きますぞ。ハウザー、気を失ったか。まったく、君には呆れる。デオン殿、ご指南ありがとうございました。ハウザー殿下は才能に恵まれているとは言い難いですが、それを補う強い気持ちがあり迷いがない。強固な前進する意志、わしの息子にも見習わせたいもんです。ええ、誇れる弟です。アストリア殿下は逆ですな。逆？才能と力に恵まれているにもかかわらず、その心には剣を持つ手には迷いが感じられる。あ、デオン殿、私は。剣は己を映す鏡、迷いがあればそれは太刀筋に現れる。まずは己と向き合うことです。はい。おや、ユーリシア様、ご覧になっていたのですか。デオン、すごいわ。あの生意気な男をコテンパンにしちゃった。若者の相手は骨が折れますわい。私もデオンみたいになりたい。早く私にも剣を教えて。ファルスの剣は王を守るためのもの、姫を危険から守るためにあるのです。姫様が学ぶ必要などありませんよ。剣術の指南を受けるのは王族の男子だけと決まっております。どうして私が剣を覚えてはいけないなんてずるい。それにこの前は教えてくれるって言ってたのに。それは困りましたな。私が禁じたのです。お母様。ユーリシア、またお城を抜け出して危ない真似をしていたようね。危なくないわ、剣の修行よ。おお。それが危険だというのです。王族というだけで悪い輩の標的になるのですよ。デオンが守ってくれるもの。そうね、ファルス一の剣士が守ってくれる。だからあなたは剣を習う必要などないわね。だってデオンは私に剣を教えてくれるって。いけません。あなたには剣以外に身につけるべきことがたくさんあるでしょ。でもあなたが強くなる必要はありません。あなたが強くなりたいと願うことはデオンの力を疑うということにもなるのですよ。ユーリシア。大丈夫ですか、フローディア様。ままならないものですね。あの子の奔放さには手を焼かされません。ユーリシア様はわしに任せてください。サイラスが市街の警備をしております。姫が城の外に出たらわかるでしょう。頼みます、デオン。心を砕かれる気持ちはわかります。しかし、子供は我々が思っている以上にものを考えておりますよ。では。サイラスよ。デオン殿、ちょうど良いところに。巡回の報告をいたします。ちょっと待て、サイラス。ユーリシア様がここを通らなかったか。ユーリシア様が？いえ、
見ておりませんが。うん。ということは城内におるのか。ユーリシア様が何か。城の外に出てしまったのではないかと思ったのです。フローディア様。サイラス、久しいですね。ギルサニアへ出立した頃より一回り大きくたくましくなりましたね。ありがとうございます。私はファレスの騎士として恥じぬように。なんじゃ、いまだにフローディア様の前だとろくに話せんのか。情けない。そんなことよりユーリシア様はどうじゃ。城内の者は見ていないと言っていました。城の外に出たとしか。城門前に兵を配備しておりますので、ユーリシア様が通れば報告がありますが、何か飛び出すようなことでもあったのですか。私がきつく叱ってしまって。フローディア様は悪くありません。決して、ええ、決して。ユーリシア様がおてんばすぎるだけです。フローディア様を悲しませるなんて。なんじゃ、ユーリシア様が悪いというのか。いえ、そうではなく。そういえば以前も城門の兵士に見つからず城の外に抜け出したことがあったような。抜け道があるのかもしれませんな。ではやはり城外に。まずいかもしれません。どういう意味じゃ。報告の続きですが、国境付近で不審な動きをする一団を発見し追跡しましたが逃亡されました。盗賊の類かと思いましたが、どうにも集団の動きに統率を感じました。もしやどこかの軍ではないかと。他国の兵、そんな。何事じゃ。報告します。隠しされたら怖い、怖いよ。おい、さっさと逃げるぞ。追ってかける。なあ、間違いなくファルスの王女なんだろうな。連れて帰っておいて人違いでしたなんて冗談が通じる相手じゃないぞ。確実なことなんか言えるかよ。この時間に城門の外で遊んでいるっていう情報しかなかったんだ。おい、騒がないように口を押さえておけ。万が一王女じゃなくてもいいさ。もしも王女ではなかったのなら、例の実験の研究にでも使ってもらうさ。ああ、人工的に作る星の子だったか。どこのガキだろうと、高い金で買い取ってくれるだろうしな。サイラス。アストリア殿下。ユーリシア殿下が誘拐されたと聞いた。大丈夫か。捜索に協力させてくれ。ユーリシア様と確定してはおりませんが、ご助力感謝します。国境を西に移動する不審な一団を兵が目撃しております。子供を抱えていたという報告もあり、ユーリシア様である可能性は高いかと。わかった。アウザー、ローラン、サイラスに協力する。急ごう。うん。はい。お母様。あ、フローゼ。お母様、震えてる。ユーリ、大丈夫なの？私が、あの人たちみたいに剣を使えれば、ユーリを助けに行けた。お母様を不安にさせないで。誰かが助けてくれた。ここまでだ。引くぞ。待て。そなたたち、ただの盗賊ではないな。何者だ。
早くしろ。ガキは放っておけ。待て！私は奴らを追います。その子を頼みます。見えなくて怖いよ。お願い、目隠しを取って。おい、暴れるな。今解放してやる。無事か？はあ、無事かと聞いている。どうした？まだ悪者がいる。助けて、お母さん。な、誘拐される。遠くに恨むちゃうよ。おっと、大丈夫、私たちは敵じゃないよ。心配いらない。あ、助けてくれたんですか？そうだよ、怖かっただろうに、よく頑張った。怪我はないかい？は、はい。そうか、何よりだ。おい、何を小刻みに震えている？別に。騒がしい声が聞こえたと思ったら、君はパーチェじゃないか。ユーリシア殿下では？この子はジョーカーの道具屋の娘です。誘拐されたのは君だったのか。パーチェ、ユーリシア様を見なかったか？見てないです。城門の外で遊んでいたら急に目隠しをされて。人騒がせな。ハウザー、民が犠牲になるのを未然に防ぐことができたんだ。喜ぶべきところだぞ。誰かこの子を親元へ連れて行ってくれないか。我々はユーリシア殿下の捜索を続ける。あの、もう大丈夫だね。ハウザー、ローラン、行こう。しかし、ではユーリシア殿下はどこに？あ、パーチェ、ジョーカーへ戻れ。警備兵についていくんだ。サイラスさん、あの人たちは？ギルサニアから遊学に来ている方たちだよ。パーチェを助けてくれたのはギルサニアの第一王子、アストリア殿下だ。大変だ。どうした？ユーリシア様を見つけたか？違います。北より襲来しました。幻獣がファルスに向かって進行しております。しぶきを上げて発生した幻獣は国境近くを南に進行しております。汚水をまき散らし、進行した後には腐敗と汚染が広がっています。水害の化身、幻獣サベジガスとか。速度はさほどではありませんが、時を置かず防衛線へ到達します。幻獣だと？バカな、こんな時にユーリシア様も見つかっていないというのに。天才とも称される幻獣がこちらの事情を考慮してくれるとでも思うか？この国の幻獣への備えは？国境の城壁と守備兵が防衛線です。それに緊急用の住民の避難所が。兄上。ああ、サイラス、我々は防衛線へと向かう。我らが幻獣の進行を食い止めている間に、ファルス軍には城下の民の避難を頼みたい。ファルスの危機だというのに、ギルサニア帝国の王子に危険な真似をさせるわけには。幻獣を前に命に序列はない。戦える者が前に出ればいいだけだ。ふん、戦う意志があればついてこい。使ってやる。ギルサの末裔、英雄の地か。私とてガリア・ヘルム家の血を引く者、
ニルザを助けた英雄の末裔です。お供させてください。ああ頼むよサイラス。幻獣の進路に不安もあります。城壁の付近は以前ユーリシア様が見つかった場所なのです。あれ私壁が崩れて降ってきた石に当たって逃げなきゃ。やだ来ないで来ないでよ。何誰かが幻獣と戦ってる。これが幻獣か。軍を蹴散らすほどの理不尽なまでの力。サイラス、住民の避難は完了しています。十分に時は稼いだ。防衛線を下げるべきだ。あの幻獣を誘導しファルスの王城から離すことはできないものか。待て、あれは助けて。ユーリシア様、幻獣の進路にまずい間に合わん。で、幻獣、災害の化身ごときがわしの大事な姫君に牙を抜けるの。頭が高いよ。真っ二つ、すごい。あんなに大きな幻獣を、やっぱりレオンが一番強いんだ。幻獣を両断する剣技、伝説通りだったというわけか。自分の浅はかさを恥じるばかりだ。どういう意味ですか。いいや、なんでもないよ。レオン殿の絶技に感動しただけさ。幻獣の騒動に気を取られましたが、ファルスに入り込んだあの者たちは他国の兵でしょうか。西、おそらくはボーラキアじゃろう。ボーラキア、大陸西の軍事国か。軍事力、魔力ともに近年ではギルサニア帝国に届くとも言われておる。いつまで経っても安心はできんな。サイラスよ、さっさと騎士家庭を終えてファルスを守る盾となれ。西への警戒をせねばならんからな。はい。城から出ることを禁じます。この数ヶ月後、ファルス西の国境をポーラキア軍が急襲。ファルスは西方防衛の拠点となる砦と兵力の一部を失うこととなる。